こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日はですね、いつもねウォーキングしている河川敷なんですけど、そこのね、河川敷内にね、梨畑がたくさんありまして、今富士梨のね出荷のピークを最盛期っていうんですかね迎えてまして、そのね梨畑の前からお送りしております。結構ね梨のね、いい香りが周りをねしてまして、下を見るとね結構間引いた梨が落ちたまんまになってて、それがね、熟してその匂いがね出てるのかななんて、そんな風にね思うんですけど、ドライバーの頃はねもう梨に困ることがないくらい、もう梨農家さん行くとねもらったりとか、週間に行くたんびにね袋をいっぱいもらったりとかね、商品にできないものとかもねもらったりとか、その場でね剥いて食べさせてくれたりとか、そんなこともねあったなーなんて思い出します。今もねその農家さんのところにはたまにね買いに行って、そうするとねやっぱサービスしてくれるなんて、そんな感じなんで、今の時期ね梨本当にね水分もねたくさんあっていいなーなんて思って、またね今日あたり買い行こうかなーなんて、そのねいつも行ってた梨農家さんに買い行こうかななんて、そんな風に思っております。それで今日ですね、何話そうかな、前置きが長くなってしまって申し訳ないです。何話そうかななんて思ったんですがね、やっぱね、お金に対して、自分たちはねもう小さい頃からこう親のね刷り込みっていうか、そのね生活の中でねお金がないとかね、親自体がね、お金がないとか、お金持ちは悪いことしてるとかね、いろいろお金に対してのね刷り込みっていうのをねずっとこう聞いてきて、それっていうのもね親もね自分たちにねこう悪気があって言ってるわけではなくて、そういうことをね教える、お金にねはうちはないんだよっていうのをね、分からせるためにそういうこともね結構言ってて、それがねもう染みついてしまってて、お金がねなかなか今はね潜在意識で入ってきづらいっていう、そんな状況になっております。貧乏はね代々、貧乏みたいな、そんなね貧乏にそれで加速がつくみたいなこと斉藤ひとりさんも言ってまして、親のせいにするわけではないですけど、そうやってね、ずっとお金がないお金がないみたいな、そんなねことを言ってきてしまって、潜在意識にねそういうことがねもう染みついてしまってるっていうことなんですね。じゃあね、どうしていけばいいかっていう話になるんですが、まずね、何かね物を買うとき、お財布からねお金を出すときがね一番そういったね、お金がないなとかね、そういった感情がねすごく出てくるんですけど、そのね、お金自体は、結局は紙切れで、お金っていうのはね、エネルギー、豊かなエネルギーがすごい出てまして、そのねエネルギーに合わせていかないと、お金がね、出ていくばっかで、自分とのねエネルギー、自分のね豊かなエネルギー、波動ですよね、それが、お金とね合っていないと、やっぱお金っていうのは反発して出ていくばっかで入ってきづらいっていうことなんで、それとね同じようなエネルギーにしていかないとなんないっていうことなんですけど、それはどうしたらいいかっていうと、やっぱねお金に感謝する、レジでね払うときに、いやお金ないなーなんてそういうふうにね言うんではなくて、お金に対してねありがとうっていう感謝の気持ち、それでね今までね、今まで僕のところにいてくれてありがとう、今度来るときはお友達たくさん連れて帰ってきてねなんて自分はね頭の中で思ってたんですけど、ちょっとねある方の動画を見たら、お金をねもうレジで払うときにこうねお金をね店員さんに渡すときにありがとうって言ってね渡すといいっていうことを言ってました。もうこっちに出してそれでね店員さんはね自分に言われたと思って、店員さんもすごくね喜ぶと思うんですけど、実はね自分としてはありがとうっていう言葉はお金に対してありがとうってもう本当にね口に出して言うっていうことをねすると、やっぱねお金も意思があるっていうことで、お金もね喜んでまたそうやってこの人の元に帰ってきたい、友達をたくさん連れて帰ってきたいって思うっていうようなね、そんなことをね思いながらありがとうって言いながらねお金を払うようにするといいなんて、そんなね動画を見まして、自分もね今度から
さっきね見たばっかの動画なんで、今日からね早速実践してみようかななんて思います。まあ、今まではね頭の中でお金さんありがとうって感謝してますみたいな、そんなね感じのことを、まあ、頭の中で思うようにしてたんですけど、まあ、今度からね口に出して、まあ、お金さんありがとうっていう意味を込めてありがとうって言って、それでレジでお金を払うっていう、そんなねことをしていこうかななんて思います。そして、まあ、物を買った時に失敗したなとかね、こんなの買わなきゃよかったとかね、そういうふうに思ったりします。まあ、あんまりしないと思うんですけど、 したりするっていうのはお金のね、まあ、使い方、まあ、お金をね死に金にしてしまったっていうことをね、まあ、になってしまうんで、まずはね物を買う前っていうのは、そのね物を買った後の、まあ、その買ったものを買って自分がねどういう気持ちになるか、食材を買うにしても、このね食材買って、まあ、料理をね作る時に作った後、まあ、家族がねすごく美味しい、すごい喜んでくれた、そんな顔をイメージしたりとか、まあ、なんか物をね買うにしても、まあ、その買った後自分がねどんだけワクワクした自分がいるかっていうのを、そういったことをね想像して、まあ内観っていうんですかね、自分をねよくこう見て、そのねなこう自分がねすごくこうそれを買ったことによって、まあ、すごく満足している、そんなことをね、まあ、イメージできるものは買って、でまあ、それがねイメージできないものには、まあ、買わない方がいいかななんて、そんなこともね 思いました。まあ、いろいろな、ね、サービスとか旅行もそうですよね。旅行に行って、まあこう何かねサービスを受けてる自分、そういったものをね、まあ、マッサージとかもそうなんですけど、そういった、ね、イメージして自分がねすごく満足している自分がねいるかどうかっていうのをねよくね見るっていうことがいいそうです。まあ、お金っていうのはね、まあ、使うと入ってくるっていうことなんですけど、その使い方、まあ、中にはね使うと入ってくるっていうことで、まあね、大盤振る舞いでどん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 ね無駄遣い、まあ、消費じゃなくて浪費をして、そして使えば入ってくるって言ったじゃんみたいな、そんなことをね言ってる人もねいるそうなんですけど、まあ、使うその使い方ですよね。自分がすごくね、まあ、心が豊かになる、そうすると豊かなエネルギーが出て、まあ、結局ねお金の、まあ、豊かなエネルギー、まあ、それとね、まあ、こう近いエネルギーになって、そうするとお金が入ってきやすいっていうことなので、まずはね、まあ、お金に感謝する、それでお金のね使い方、それをね、こう自分がワクワクするような、幸せになれるような、豊かになれるような、そんなね使い方をすると、お金はねどん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 、まあ、出ても入ってくるようになるっていうことなんで、まあ、自分はねまだまだ、その域までは達してないんで、日々ねこう、まあ、それを実践してちょっとずつね、まあ、エネルギーを、豊かなエネルギーを高めていければな、なんてそんな風に思っております。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。タケちゃんでした。ついてるついてるついてる。ありがとうございます。